プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、出会いは奇跡。今日はですね、また素敵で可愛い方がお見えになっています捨て猫シナモンのシナモン役で、大人シナモンですね。大人になったシナモンの役を、声優さんをこれからになるんですけど、大岡あめちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、いやー、なんか年の差を感じます。そんなことはないですよ。ないです。いや、ないです。エンさんはもう活力的すぎて、むしろ私の方が老いてる感ありますね。もう僕は2分の1世紀が過ぎてるんで、まだね、アメちゃんは四半世紀いってないですもんね。そうですね、四半世紀、あ、すぐ計算ができないんで100割4 って感じ。半世紀半世紀過ぎてない、そうです ね、まだ20代、はい、ね、若い。大岡あめちゃん、まあ、タレント名になるんですけど、2019年にミスサークルコンテストでグランプリを取られたようです。ありがとうございます。もう3年前です。ありがとうございます。そうなんだ、もうだいぶ前のね、お話なんですけれども、はい、ね、ここにミスコンに出場させていただいて、まあ、グランプリをいただいたということですね。すごいですね。僕はもともとミスサークルコンテストというのも詳しくなかったんですけど、はい、あれは毎年1回あるんですか？そうですね、私の前の代は3回ぐらい多分やってたんですかね。年に3回ぐらい。だから、いや、1年に1回こう受賞はされるんですけど、うんうんうん、私の代なんか 4,5 年目だったと思う。3、4、5年目くらいの、なんかミスサークルコンテストインターネットでググったんですけど、いろんなテレビ局に行ったりとか、いろんな方がいらっしゃいますね。あ、そうですね、テレビ朝日のところ、舞台のところでこう、うん、モデルウォーキングしたりとか、いろんな方いらっしゃいますね。まあ、私の同じ代でも準グランプリ取った子とかが声優になったりしていて、うん、結構いろんな活躍してらっしゃる方いますね。そうですよね、びっくりしました。で、あれって結構多いんですか、応募者は？応募者はそうですね、100人くらいはいるんじゃないかなと、はい、すごいな。だから全員素敵な方なんでしょうね、本当。え、そうです、すごいですね。だけどその中でグランプリってことは1位ですよね。ありがたいことに。これって何月にやったんですか、2019年。覚えてます？2019年の多分5月ぐらいからその審査が始まって、一次審査、二次審査、三次審査、セミファイナル、ファイナルって続いて、終わったのが11月とかですかね。半年ぐらいやったんだ。あ、そうです、それ半年ぐらいと審査が続いてましたね。この何か、僕は何かで1位になったっていうことは、他社1位にはなってないんですけど、そのサークルグラ、ね、グランプリ取った1位っていうことになったんですけど、アメちゃんは何かそれに向けて、こういう部分ですごく頑張ったとか気をつけたとか、なんかもしエピソードあれば教えていただきたいんですけど。そうですね、私もともと SNS が得意ではなくて、はい、で審査の中にですね、配信だ、生配信だったりとか、またツイッターのリツイートといっても拡散する審査だったり、あともう全部ウェブ投票だったので、SNS の活用が必須だったんですね。もともと私もインスタグラムとか全然投稿しないタイプだったので、と SNS のなんですか、投稿っていうのが私とにかく大変だったなっていう記憶はありますね。なるほど。もう、毎日毎日こうね、自分やっぱアピールしなきゃいけないので、そうですよね、何かをそ
そこが大変だったんだ。大変でしたね。なんか今まで自分のなんか特技とか PR とかする機会とか全然なかったので、なんかどうやったらみんなに興味持ってもらえるかなっていうのを考えながら SNS 投稿したりとか配信するのがすごく自分なりに頑張ったなって思って今だけどすごいですよね。それでなんか誰かに、先輩じゃないですけど、誰かになんかそのノウハウを聞いたりとかしたんですか？それはなんか全然してないですね。じゃあもう自分でオリジナルで頑張ってされたんですね。ちょっともう周りにそういう経験、ミスコン経験とかある人もいなかったので。いやー、そうですね。いい布石を残しましたね、この体験をね。そうですね。そのミスコンの経験がなかったら、こうして多分今レンさんと会うこともないだろうなと。あ、そうですね。あ、そういえばそうなんですよね。私とアメヤちゃんとの出会いっていうのはまだそんなに、去年の11月とか12月でしたよね。そうですね、冬でしたもんね。そうですよね。ある方を介して、はい、あのシナモンの声優、はい、そうですね、をちょっとやってみたいと、はい、で来られたので、お、一人来たと思ってですね、どんな方なんだろうと思ってたんですよね。で、あの時はそうですね、ちょっと1話捨て猫シナモンの中でお声をいただいて、で、あれもう私覚えてないんですけど、何かで会いましょうってなりましたよね。なんででしたっけ。一回何かで会って、なんか打ち合わせしませんかみたいになって、なんかフィーリングが合うからちょっと会いましょうみたいな、いろいろ話できそうみたいな感じだった気がします。覚えてないまあいいやでしたね。あの遠いところから来ていただいて、来ていただいた時は覚えてますね。そうなんですよ。駅のところに私が行って、そこに来ていただいた時が、なぜかそこの一番最初会った時だけがすごい鮮明に覚えていますね。で、その後打ち合わせして、なんかトン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 と、なんかいろいろやってきて、はい、ね、これからなんかね、一緒にできそうな感じで面白いことやっていこうかなとはね、できればいいですよね、本当に。いや、本当ですね。うん、まさかね、こんな、まあ、声優さんもこのやたくさんやらせていただけると思ってなくて、1回の出演かなとか思ってたんですよ。あ、でしたでした。あの捨て猫シナモンの声優と、私が根本真子と出版した絵本のミニムービーの声優もしていただいたんですよね。そうですね。ゼルノシア王国の謎っていう絵本の中のズオン役、ズオン、白馬のズオン、白馬のズオン、男の子なんですけど、でシナモンも男の子なんですよね、考えて。いや、そうなんですよね。うん、結構なんか普段やっぱ配信とかで結構高い声ばっかり出してるので、うん、なんかこう男の子らしさを出すのが結構これから頑張っていきたいなって。そうですね、なんか僕はいいと思いますよ。あのところで捨て猫シナモンは、あのもうご覧になったと思うんですけど、見ました。シナモンってどんな感じですか？なんかやっぱこうところどころにこう実写のこう動画とかが入るじゃないですか、はい、うんうんうん、なんか猫ってこんなにわちゃわちゃしてるんだって。なんか私が特に好きなシーンがあって、はい、あのシナモンが多分なんかレーザーとかで遊んでるシーンがあったんですよ。あ、レーザーポインターよね。そう、レーザーポインターでこうパシャパシャパシャポーポーみたいなシーンがあったんですけど、その後の写真の顔が結構なんかみたいな顔してて、あ、何話かな、まあ、もう一回見てみようかな。そこ好きだったんですね。遊んでるシーンが好きですね。かわいいと思います。うん、いや、なんかありがとうございます。あのお話伺ったところね、アメちゃんはワンちゃんを飼ってるんですけど、そうなんですよ。シナモン君がワンコみたいな猫なんですよね。
いや本当になんかこう見てて確かになんかもっと猫ってツンツンしてるイメージだったんですよね。やっぱ犬飼ってるとかもあってなんですけど、やっぱ物語とか、まあ、実際にまあちょっとねシナモン君にお会いする機会いただいて、うん、こう夏っこさがすごいあるんです、うん、可愛らしいなーっていう、ね、そうなんですよ本当ね。今日のちょっと収録日が3月の17日なんですけど、はい、昨日の夜に16日11時半ぐらいに地震があったんですよね。あ、結構大きかったですね。ありましたよね。で、うん、あの地震が起きる、ね、私実はあの9時ぐらいに寝るんですけど11時半ぐらいの地震のほんの10何秒前に目がパチッと目が覚めて、地震の前に目が覚めたんですか？地震の多分私ナマズがしてるから目が覚めて、目が覚めるとあのいつも僕は隣にちっちゃいシナモン用のベッドがあるんですけど、そこにシナモンが寝てるんですね。シナモンくんがでパチッとこう目開けたらシナモンはじーっとこう見ててお休みって言って起きないでねって言ってたらゴーって動き出して、あ、地震だと思って、えとか思って、いやこれ一番最初思ったのが、あの私熱帯魚飼ってるんですけど大丈夫かここまで揺れなかったっていう、だけどなんか震度4だったみたいですね。そうですよ、東京は4でしたね。結構大きいですよね。結構ね、結構長い間揺れましたね。でしたね。ちょっとヒヤッとした。そう、うん、僕があたふたしてるんですけどシナモンはじーっとこう見てる感じでいや大丈夫だよみたいなシナモンの方が落ち着いてたちゃんとね、あの揺れてるのは気づいてるんですよ、シナモン。ちゃんとね感知してるんですね。そうなんですよね、なんかね起きる前にいつも起きるんですよね。すごいですね、なんか振り澄まされてますね感覚が、そうです、本当に感覚がどこまで行くんだろうって感じですけど多分その感覚のなんだろう、鋭さというか豊かさがやっぱシナモンとのなんか対話いつやってるのかなと思いますね。よく喋るなシナモンって思いますもん、見てて動画て。そうなんですよ、僕が声かけるとこれでいるとか、ご飯食べるとか、あとこれは違うよねとか、うん、声をかけるとほぼ十中八九ぐらいは答えるんです、うん、で嫌な時はニャーって言って、嬉しい時はニャーって言って、ご飯食べるニャーっていうこんな感じなのちょっと違いがあるんですね、やっぱ違うんですよね。で全く関係ないことを喋るとシナモンって言ったらニャーって言うんですけど、ただ単純になんか今日の天気これだよねとか言ったら、いや多分これ俺には言ってないなみたいな感じでシナモンシーってしてるでどう思うって言ったらニャーっていうので、いやこれ絶対会話できてると思って、なんかアニマルコミュニケーターになれるんじゃないかなと思ってました。なりそう、なりそう、うん、だって分かってるじゃないですか、もうすでにすでに会話ってる、そうですね、うん、やっぱりそのままね普通に計算してシナモン君の方が早く虹の向こうに行くんですけど、もし仮に何年後かに行ったら、うん、僕はずっと会話してそうな気がしますねあーシナモン君と、そう、もう寂しいよみたいな感じで、うん、ちょっと考えると寂しいけど、寂しいですね寂しいで、ところで大川あめちゃんは、はい、今なんかライブ配信とか配信関係のお仕事をされてるって言ったんですけど、はい、はい、そうですね、はい、楽しそうですよね。楽しいです楽しいですよね楽しいです。まあ最初ライブ配信始めたきっかけとしてはやっぱミスコンでちょっと、まあ、審査だからしょうがなくやるかみたいな感じではあったんですけど、でもやっぱやっていくうちにすごく、まあ、人との、まあ、全然やっぱ普段関わることのない方々とお話しするので、うん、すごいそれが、はい、面白いなって、うん、で自分にすごく合ってましたね。うん、これからこのライブ配信をだんだん進化させていって、うん、なんか一つの企画というか番組みたいな形でやっていきたいですよね。でやっていきたいですね、なんかもっと新しい形、うん、そうなんですね。ただ、はい、まあおしゃべりから少し進化させてなんかコーナーだったりとか、うん、しましょう。できたらですね、なんかこう企画力がある、ね、うん、ライブ配信っていうのを作り上げていけたらすごく楽しい
なと思いますね。そうですよね、はい、嬉しいです。あのところで、あの出会いは奇跡、このもう何回かあの、はい、観光な、いろんなお客様に来ていただいてるんですけど、はいはい、あのアメイちゃんは、はい、あの僕に出会った時の第一印象ってどんな感じでした？あ、直接お会いした時の第一印象。そう、直接会った時に、あのなんとか駅でなんとか駅で、はい、なんとか駅で会った時はですね、え、なんか不思議な店舗の人だなって思いました。不思議な店舗。え、なんかちょっと、うん、なんていうんだろう、ちょっとあの言葉ではなんか言い難いんですけど、うん、なんかやっぱなんか普通の人とはなんか、うん、なんだろうな、魂のテンポが違うっていうか、魂にテンポがある。宇宙人と話してるじゃないですけど。ああ、なるほどね。僕ね、小学校の時に宇宙人って言われてました、ね。お前宇宙から来たよって言って、私鹿児島なんですけど、でずっと鹿児島で生まれて鹿児島で育ったんだよって言ったら、嘘つけって言ってましたね。でたまにいますよね、宇宙人がね。不思議にこう話を聞きたくなってしまう雰囲気があります、ね。いえいえいえ、まあ、まあ確かに話のネタというか引き出しは多分340ぐらいあると思うんですけど、まだアメちゃんがね8個ぐらいしか話してないので。あ、結構まだまだありますね。うん、タイミングが来てから話そうかなと思ってます。それまでは俯瞰して見ておきますね。ありがとうございます、楽しみにしてます。あの捨て猫シナモンの大人シナモン、まあ、今、うん、あのつい最近3月14日にエピソード1が最終、あ、最終話見ました？あ、見ました、見ました、見ました、うん、もう今さっきも見てました、見てました。いや、ありがとうございました。はい、いえいえいえ、ちょっと凝った演出しましたね、最終回では。うん、スペシャルな感じでしたね、やっぱり。うん、セリフを考えて、うん、作曲をして、うん、脚本でだいたい半分ぐらいはあのイラストレーターの根本真子に書き直されるんですけど、うん、あ、そうなんだ。まあどちらかというとポンって生み出すのが僕の担当で、料理をするのがあの、まあ、してくださいという形でお願いする形が多い。だから白紙の状、僕の場合は白紙の状態からなんか何かを生むっていうのが好きです。うん、なんでそこをね、今度はまたアメちゃんも何か料理していただいて、美味しい、美味しい感じでした。ちょっとね、レイさんがね、0から1をね、つくんだったらね、そこを1から100ぐらいにできるぐらい頑張ります。はい、そうですね。もう、まだ四半世紀、あの、行ってないですけど、本当ね、いや、どうやったらね、アメちゃん、何が起きてそう変わったのっていう風になんかなってほしいなって思ってますね。なりたいですね、確かに。ね、そうなんですよ。まあ、普通の、綺麗で可愛い女性を超えて何かすごいものを持ってるみたいな、面白い世界観を持ってるっていうふうになれたら、いろんな人が来ますよね、きっとついてくると思います。なんかね、そうですね、新しいファンの方とかもついてくれたら嬉しいですね。多分ね、そのうちね、ワニとかね、牛とかがついてきますよ。ワニとか、怖い怖い。結構ごつい動物来ましたね。なんかマサイマラ国立公園の何かヌーとかシマウマとか来そうですよね。動物使いになっちゃう。動物番組の話になってる。なるほど。いや、だけど、この出会いは奇跡ね、本当皆さん、聞いていただいてありがたいんですけど、はい、実はですね、もうちょっとしてからこの出会いは奇跡30分の中で15分間ぐらい捨て猫シナモンのコーナーをですね、作ろうと思ってまして、うんうん、そこを大川明ちゃんにちょこっと、はい、お願いしようかなと考えてます。あ、私が。そうだ、ね、この今すぐね、そう、はい、何の前触れもなく話しましたけど、突然に来てちょっと驚きが。で、突然のね、この収録中に大丈夫かよみたいな感じで、大丈夫です。頑張ります。音楽は好きですか？音楽好きですね。うん、記憶力私本当にないんですけど、土地の地名とか全く覚えられないんですけど、はい、音楽に載ってるやっぱ歌詞とか歌は結構すぐ覚えられます。
あ、結構女性ってそうですよね。あ、そうなんですか。歌詞がいい、歌詞から入りますもんね、音楽が好きなあの理由っていうのが。そうですよね、歌詞が歌詞命ですもんね、歌の。覚えられますね。え、そのうちなんか作れるんじゃないですか、歌詞を。僕がメロディー書いて、いや今ほら出会いは奇跡っていう歌があるんですけど、それの知ってる星なのね、あれ、はい、言いましたっけ、歌詞は根本真子が考えたんですよ。僕はほとんど考えてない。あ、そうなんですね。まあ、どちらかというとなんかやっぱり生み出すことしか興味ない。あのね、トゥ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 、そうそう、あー、そう、あれタタタタタタってね、あれ出会いは奇跡、あれを考えたのは私ではない。そうだったんですね。そうなんです。で歌入れが有名なひな子さん、はい、に歌っていただいて。なるほど。そうなんですよ。すごい有名な、ね、メジャーのね、あの歌手ですけど、ひな子さん、こういうところから来ていただいて一回会いましたね。感動的でした。あ、そうなんですか。どうでした、印象は。すごく優しい感じがして、うん、やっぱりプロの歌手だと思いましたね。いいえ、プロの歌手も大変そうですね、うん、イラストレーターももちろん大変と思うんですけども、うんうん、あ、そうそうそう、あまり時間がなくてすみません、宣伝するの忘れました、はいはい、実は大岡あるさん、絵本作家になるんですよね。あ、まあ、そうなんですよ。実はもう時間がないという1分40秒しか。そう、なんていう本を書いたんですか。泥棒さんありがとうっていう題名の。ドラムさんにありがとう。あれって僕と一緒に書いたんでしたね。そうですね。すごいリアクションもらいましたけど。そう、泥棒さんありがとうって、なんか今来ました本は。あ、まだ来てないです。でもね、まだ、まだ明日来ます。明日来ます。明日来ますね。ちょっと待ってくださいね。明日来る。泥棒さんありがとう。後ろに、これって壁紙が、あ、シナモンが見えた。見えるかな、見えるかな。あ、見えた。あ、見えた。ありがとうございます。こちら、泥棒さんありがとうって何がありがとうなのかちょっと気になりますよね。ね、気になりますね。はい、大岡雨、絵も描いてますね。この泥棒さんありがとう、ぜひ皆さん、はい、Amazon でも売っておりますので、よろしければお手に取っていただきたい。蓮さんと一緒に頑張って初めて作ってみましたので。描きましたね。あ、めっちゃ嬉しかったです、形になってですね。はい、本当にね、内容が僕が考えたんですけど、本当に良かったんだろうか、どうかなってなんか思って、良かったです。さあ、ちょっとね、これから大岡あめちゃんはね、出会いは奇跡で一つのコーナーに持つことになると思われますので、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。いえ、本当にありがとうございました。これからもどんどんね、精力的に活躍していただきたいと思います。はい、じゃあ今日大岡あめちゃんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、お疲れ様でした。空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。
しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよどんな闇でも必ず明けるよ希望と夢を信じていて二人で見た夜空に光